はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ、今回はですねタイトルが長いんですね。居場所がなかった、見つからなかった、未来に期待できるか分からずに、というタイトルでございます。でこのタイトルを見て、あ、歌の歌詞じゃんって気づいた方がいたらどうだろう、同世代かな、自分と。自分の世代はね知ってる方いると思うんですよ。ドストライクな方もいると思うんですね。でまあ、今までこの歌の話ちょっとしたことがあったので、まあ、それ経由で知ってくれたりとか、まあ、たまたまね本当に知ってる方もいるかもしれないんだけど、これ浜崎あゆみさんっていう、どうな、若い子は聞いたことあるぐらいかな、多分ね。浜崎あゆみさんっていう方が1999年に出したアルバムです。だからみんな生まれてない方多いと思う。やばいね、怖いね、21年前からもう怖い怖いに出したアルバムの、アルバムに入ってる曲なんです。で A Song 4バツバツっていう、 A があと大文字の A で、 Song 歌で、 For がほにゃららのためにで、バツバツ、バツは普通にバツなんだけどっていう歌なので、まあよかったらちょっとね聞いてもらえると、の一番最初の方に出てくる歌詞です、これ。でなんで今回このね、まあ取り上げたかっていうと、まあタイトルからわかるように、まあ、今回こういう話です。なんで生きてるのかわからないとか、その居場所がないとかっていう話をしていきます。でただこのダラダラジオを聞いて何か答えが見つかるっていう話はできません。自分はそういう専門家でもないし、みんなのために何かができるってわけではないんだけど、まあ、うちのね、チャンネルを聞いてくださってる方の中には、多分こういう悩みを持って苦しんでる、ね、悩んでる方も多いはずだし、よく相談来るからね。で自分もここを通ってきてるから、自分の経験談というかっていうのを改めて話すことで何かヒントになったら嬉しいなってっていう感じ、ちょっとした、まあ、それも与えられないかもしれないけど、でも最近こういう話をしてなかったし、でちょっと時期的な、これ時期のことはまたちょっとあった他の動画で話すんだけど、時期的にちょっとこういう話をしておきたいなと思ったので、興味ある方は聞いてくださいこれかなりストライクゾーンが低い、少ない、小さいのは分かってるんで、狭いでしょ。そう、ニーズがそんなにいっぱいある話ではないのは分かっているんだけど、でも大事な話かなと思うので、まあ最後まで聞いてあげるよという方はね、ぜひ最後までお付き合いいただけたら幸いです。でですね、まあ、なんでこの歌を、まあ、A Song for バツバツをね取り上げたかっていうと、私が学生時代におそらく一番聞いた曲なんじゃないかなと思うぐらいに聞いてました。ずっとリピートで聞いてた。で発売した時は中学生なんだけど、多分知ったのは高校生の時かな。そうだから、自分は今中2中3でいじめを受けてて、で高校入った時はもう学校変わってるのでいじめはなかったんだけど、まあ、後遺症というか、それでいろいろかなりちょっと精神的不安定というかね、割と、なんか悩みが多い方だったのかな。他の方と比べるとわからないけど、他の方のね心の中までわからないからさ。でもまあ結構こうなんか、すごい悩んでいて、生きてることとかね、意味とかね、でその時に出会って、高校の時は自分も浜崎あゆみさんがめちゃくちゃ好きで、そう、めちゃくちゃその浜崎あゆみさんがすごい人気だったよ。めっちゃすごかったの、本当に。もう女性ソロ歌手といったらみたいな、安室奈美恵さんか浜崎あゆみさんかで、途中宇多田ヒカルさんが入ってきたのかな、まあ、そんな時代だったんだけど、でずっと聞いてた。でまあ、自分当時さ、その高校の時自分の部屋はあったんだけど、勉強でもあんま部屋といえば部屋もあってたかな、高校の時は。まあ、リビングで勉強してたらしてたけどさ、でもこう部屋にこもりたくなるわけよ。でこもって、で部屋をね、部屋に机とベッドとで、まあ本棚ぐらいがあったのかな。でベッドの隅だから、まあ、実質部屋の隅よ、部屋の端隅っこで部屋を真っ暗にして、イヤホンで、当時 MD よ。あと MD が分かんないよね。MD はさ、ちょっとお父さんお母さんに聞いてみて。でね、MD って何って。あのね、音楽を聴くためにあった。自分の好きな曲をその MD に音楽を入れて、で、それを持ち運んで、MD プレイヤーかなって聞くってのあった、当時。今はちょっとないけどね。で、それで聴いてたのね。で、まあ、なんだろう。親がさ、起きてる時間だと、呼ばれるかもしんないじゃん。呼ばれてさ、イヤホンして音楽聴いてて聞こえないから、怒られるからさ、親から。怒られたくないし。でまあ、親が寝た後とかにもうそれを大音量で、もう外の世界、外界じゃないや外の世界の音を全部シャットアウトしてずっと聞いてるみたいなでもね、なんだろう、こういうことする気持ちが分かる方もいると思うんだけど、それでその時ずっとこの曲を聴いててさ、でその、まあ、ちょっとこれはサクッとに話すけど、浜崎あゆみさんがこの曲を作って
った、意図というかを昔インタビュー記事かなんかで読んだことがあって、で浜崎あゆみさんはもともと福岡の方なんだけど上京してきて、もともと最初は全然ね売れなかったんですよ。本当にすごい苦労されてて、で親の問題とかいろんなことがあった方だったので、それで、あの歌詞が出てきたっていう、だから境遇がすごい、あこの人なら何だろう分かってくれるのかなっていうか、あの歌詞はその今タイトルがついてるこの歌詞は人が何だろう聞いていろんな意見が出てくる歌詞だと思うのね。でも俺にはすごくあったかかったこの歌詞が、あこう思ってくれてる人がいるんだって、同じ境遇で、で別にこの人というか浜崎あゆみさんは俺が思ったよ、俺がその話したことなんてないけど、この歌詞を見た時にこれを歌にしてこの声でこのリズムで歌ってくれてることがなんか自分はそう寄り添ってくれるというか、まあこの歌詞だけじゃないけどみんなもさ普通に歌を聴いててすごいこう歌に励まされるというか、あると思うんだよねそういうのって。で自分はそれを思ってて、で当時もともとはいじめがごめんきっかけだと思うんだけど、生きてる意味がわからんくて、自分なんてさ別に死んだところで誰も悲しまないし、なんで生きてんだろうって思ったのね。生きてるだけで周りに迷惑をかけてるわけだし、だって自分がいなくなったらさ、うちあんまりなんかお金が裕福じゃないと思ってたから、うちどうだ実際わからんけど、だから俺がいなくなったらねその分楽できるような親はとかって思うわけよやっぱり。で思ってたし、で友達もいないから別に自分が死んだところで誰も悲しまないし、でちょっとすげえネガティブなことブワーって言うけど、その取り柄も何もなかったし自分ね、だから取り柄がないからさ存在価値は何だと思って自分は、で居場所もわからん、生きてる意味もわからんってなって、死にたい死にたいって、死んだ方がいいんじゃないかみたいなのをもうほんとずっと毎日思ってるような生き方というか生活をしていたわけよ。でそれはやっぱ長引いてしまって、すごく今でも正直よ、ちょっとあれだけど、この活動してる時でもすごい減ったよ。みんなのおかげで、みんながこうやってハイツさんのおかげでって言ってくれるから、みんなが存在価値をくれてるんで今俺に、だからすごい減ったけど、でも年に1回か2回ぐらい波にやっぱ襲われる時があって、今でも俺なんで生きてんだろうって思う時がある。やっぱりちょっとごめんな、でもねやっぱ年を取ってもあるわけよ、年齢って関係なくて。そうだから、でも今はねみんなにこう支えられてというか、だし自分で自己肯定感もあるから、で今回ねなんでこの話をしたかっていうと、それをさ辿ってきて、で落ち着いてきたのはどうだろうな、塾講師を始めた頃かな。塾講師を始めてからはだいぶ変わった。もちろん一番のきっかけは教育を目指そうって思ったのが、俺は大学のね教育実習の時だったわけよ。これもね動画でちょいちょい話してるから、ちょっとまた言ってるってなるかもしれないけど、教育実習の時に出会った子たち、その保健室登校をしてた子たちがいたんよね。で本当は教育実習の時って他の先生の授業聞いたりとかしなきゃいけないんだけど、それを全部サボって、その屋上みたいなところでね、その子たち話したから、その子たちとずっといたので、自分が授業しなきゃいけない時は行ってたよ、やってたけど、なんかギリギリ単位もらえるラインを攻めてそう過ごしてて、でその子たちのおかげで、その子たちがなんていうのかな、そう自分がいたからもう頑張って生きるからって言ってくれて、そのうちの一人の子がね、で自分なんてさ大学の時も自分の存在価値って何なんだろうってずっと思ってたから、でも自分が何かすることによって一人の人の人生を大きく変えたまでは言わないけど、でもなんか自分のおかげでって言ってくれる子がいるんだって思った時に、ああ教育っていいなってやっぱり一層思って、子供たちっていうか学生のためにこの人生費やして生きてったら自分って人のためになるんじゃないかなっていう、社会のためにとかはちょっと俺らは無理だけど、でも学生が何か変わるというか、学生がの背中を押すことぐらいはできるんじゃねえかなと思わせてくれた。でそれからやっぱり教育ってものにものめり込んでいって、で最初はさ、営業マンやったわけよ。自分はストレートに学校の先生になるよりも修行したかった、社会の厳しさっていうのを知りたかったし、仕事って何なんだろうって、学校の先生も仕事なんだけど当然、でも他の仕事をしたかったから、一番辛い仕事なんすか、先輩にね言ったら、いやそれ営業マンじゃないみたいな、
あ、営業マンなんですねって素直に営業マンになるわけよ、そっから。ってなって、まあ、ボコボコになったけど、でその後に塾講師始めて、まあ実際そこでさ、家庭教師のバイトとかはしてたんだけど、大学の時に。でも、実際に自分のなんか生徒っていうのをね、個別指導塾で持って、で、そこの塾の、その教室の一応教室長もやってたし、埼玉のエリアの長、エリア長もやってたから、そういろんな人に指導する、特にまあ子供たちにね、指導するっていうのをやっていく中で、なんか、うまくいかなかったこともたくさんあったけれど、やっぱり自分は教育が好きだし、で、好きなことで、まあお金もいただいてたし、で、子供たちから、まあいろいろあったけどね、みんながみんな自分に合う、ね、子ではないしね、自分が、背中を押せなかった子ももちろんいたけれど、でも、なんだろう、自分の存在価値ってないことはねえなってやっぱ思ってきたの。で、そこに至るにはさ、すげえかかってる時間が。で、やっぱり、生きる意味とかさ、なんだろう、そういったものって道端に落ちてないじゃん。コンビニにも売ってないわけよ、そんなものは。だから自分で見つけるしかない。でも大事なことって、誰でも見つける可能性があるっていう。0%の人間なんていないんだよ、その意味を。そうって思ってんのね、俺は。当時なんかもう全然分かんなかったし、生きてる意味なんて分かんなかったけれど、でも諦めたことはなかったんだよね。きっと見つかるはずみたいなのは思ってて、でやっぱり千秋の時にそのいじめを受けてて、あの時に比べれば苦しくはねえと思ったの。そう、学校に行って陰口を叩かれる日々ではなくなってるから。だから、まああの当時もうちょっとこう思えたら楽だなと思うのは、そんな簡単に見つかんねえよって。だけど見つかる可能性はあるから、自分が、例えば何に興味あるかわからない、自分は教育だったけれど、今興味あるものもわかんない方いると思うんだよね。でも今は調べることは簡単な時代じゃん、ね、ネットがこれだけあるから、いろいろ調べて、で情報を収集しようっていうのは自分の行動でしょ。だから動くことはしとけって、ね、俺らの時ってネットなかったから、そこまで。そうそうそう。で今は情報収集、まあもちろん嘘情報もあるからそこは大事よ。情報が正しいかどうかの判断はすごく大事だけれど、それをすることできっかけはどっかにある。そして思いがけないタイミングできっかけがやってくることがある。でそのきっかけとかチャンスっていうものを見逃さないためには、やっぱりこう下を向いてちゃダメなんだよね。自分の足元だけずっと見てたら、何かが来た時に通り過ぎていってしまう。やっぱり前を見なきゃいけない。前を見て横を見てって、みんなのその2つの目でちゃんと世界を見てないと、辛いこともいっぱいあるよ、見たくないこともいっぱいあるけれど、でも見ておかないと通り過ぎちゃうんだ。そうっていうのは思ってる。だから、まあ、今回このダラダラジオで言いたかったのは、みんなにその可能性はある、ちゃんとあるし、ただ簡単には落ちてないし、簡単にはやってくるものではないから、焦らず行ってほしい。今すぐ答えは見つからないけど、まあ俺も10年ぐらいか10年ぐらいだねかかっちゃってるから、結局さ、っていうのはどうしても言いたかったので、今回この話をさせていただきました。すみません、ちょっと長くなっちゃったかもごめん。でもなんか聞いていただいて、きっかけというか喉がきっかけというかね、なんかヒントが手に入れてもらったら嬉しいかなと思ってここまでね、お聞きいただきありがとうございました。はい、ということでね、今週のダラダラジオは以上でございます。で、来週があれか、23ですよね。来週はあれです。今一緒に勉強しようライブを精力的にやっているね、日本一の自習室を作るっつってやっているんですが、最終日です、23日。多分、まあ、このダラダラジオの後にも多分今日の最後っていうのやってると思うんですが、まあまあまあ、それもそれをよろしくお願いしますって話ね。で、ツイッターの方か、写真を上げたんですけど、ちょっとね、実は歌ってみた動画を撮りました。いつも年1回で、2月3月に投稿、3月かに投稿しているんですが、ちょっと訳あって、8月今月1本投稿します。はい、何を歌うかっていうのはちょっとそのまだ発表はしないんですが、はいっていうのを、なんだろう、まあ、あ、なるほどなって思ってもらえると思います。皆さんが流行りの曲とかでは全くないんですけれど、この時期にどうしても聴いてほしいっていうか、届けたいっていうか、まあ、自分は歌唱力あるわけじゃないんでね、そういうもんではないんですけど、でも、まあ、自分が歌うことによって、このダラダラジオと一緒です。すごくニーズが少ないとこなんですけど、
背中を押せることができるんじゃないかなと思ってある歌を歌わせてもらいましたので、多分それも来週は23までには、多分だから来週中には投稿できるんじゃないかなと思いますので、よかったら多分プレミア公開でちょっと頑張ってやるので、聞きに来てくれると嬉しいですそうなんです、なかなかね、聞いて、まあ、当たり前ですね、教育 YouTuber 歌ったところで興味はないと思うんですけど、聞いていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあまた来週のダラダラジオもよろしくお願いいたします。また1週間いい、いつも言わない締め言っちゃったから間違えちゃった今週1週間もいい1週間にしていきましょう。それじゃあまた来週お会いします。それじゃあまた、バイバイ。